それでは定例になりましたので、これより農林水産省の行政事業レビューを始めさせていただきます。はじめに今日は3時間18時までの予定ですが、各コマの進め方を簡単にご説明をいたします。皆さんお手元の資料の中に各コマの進め方というのがあるかと思います。まずはレビューシートの説明を担当課よりしていただきます。その後事務局、農水省の事務局より論点の説明をしていただきます。その後質疑議論に入りまして、各評価者の方につきましてはコメントシートをお配りしておりますので、コメントシートのご記入を適宜お願いいたします。最終的に一度回収をしまして、コメントシート集計をした後に私から数の読み上げをいたします。その後今日の取りまとめ担当でございます船山政務官より結果の発表をしていただきます。一コマあたりだいたい1時間程度を見込んでおりますが、コマによっては場合によっては少し前後する可能性がございます。できる限り最終的に18時で終了するというところを合わせていきたいというふうに思っております。また事務連絡ですが、この3日間、ここ今工事中につき冷房がつかないということですので、傍聴者の皆さんも説明者の方、また評価者の方につきましても上着は適宜脱いでいただいて、ご調整をいただければというふうに思っております。それでは早速本日の一つ目の事業について、作業を進めてまいりたいと思います。まず事業番号1番です。皆さんお手元の資料、公開プロセスと書いてある資料の中、事業番号1番です。資源回復漁場生産力強化事業、それではご説明をお願いいたします。水産庁の漁場資源課長の香川と申します。それでは座って説明させていただきます。レビューシートに沿ってご説明させていただきます。資源回復漁場生産力強化事業でございますが、まず目的でございますが、現在私どもの周辺資源につきましてはですね、調査を行っておりますが、4割以上のですね、資源が非常に低位だと、そういう評価をされておりまして、資源の回復が急務の課題というふうになっております。でその大きな原因といたしまして、産卵場であります、もしくはですね、稚魚とか貝類の育成場であります藻場、干潟の減少とか漁場におけるゴミの集積などが挙げられております。そのためにこの事業におきましては、資源の回復や漁場の生産力の強化を図るために、漁業者がですね、グループを作りまして、順番で輪番と言っておりますが、順番で休漁いたしまして、休みまして、藻場干潟の整備でありますとか、種苗の放流、漁場堆積物の除去のための海底清掃などの事業を行いまして、これに対して国が支援を行うものでございます。また漁業者が休漁するということで、資源を取り残すという効果もございます。この事業におきましては、もう一つはですね、漁場堆積物が漁場操業に影響を及ぼしていると、そういう水域におきまして、堆積物の状況調査、堆積物の引き上げを行いまして、その堆積の位置、種類、メカニズム、発生源をですね、調べる調査を行っております。これは昨年7月に海岸漂着物処理促進法という法律が施行されまして、その付帯決議の中で、海岸漂着物のみならずですね、海底ごみとか漂流ごみについてもですね、適正な処理をすべきということが決議されておりますので、これに沿ってですね、私どもで対応したものでございます。事業の実施状況でございますが、その下の欄でございますが、21年度におきましては合計239グループ、これは延べではございません。参加した人のそれぞれの数ということでございますが、約2万3800人が参加をしております。でこれに支援をしております。それからあと資金のところでご説明いたしますが、239グループはですね、22年3月までに事業を終了して生産を終了したものでございまして、21年度基金ということもございまして、年度をまたがって22年の3月から6月に事業を実施して、まだ生産の終了してないものが91グループございます。従いまして、21年度 の事業としてですね、基金として実施したグループは330グループということになっております。それから堆積物調査につきましては、具体的に堆積物が多い壺灘水域におきまして、
堆積物の調査を行ったところでございます。予算の状況でございますが、これは下の補給にもございますが、21年度一次補正により基金事業として140億用をですね、措置いたしましたが、補正予算の見直しもございまして、21年度所要分を返還いたしまして、分以外を返還いたしました。で、22年度は補助事業として措置したところでございます。ここにございますように、21年度所要分は85億、それから22年度所要分は59億ございます。1枚ちょっとめくっていただきまして、資金の流れでございます。資金につきまして、これは21年度3月時点のものでございます。本事業につきましては、事業主体を公募により選定をいたしております。その結果、 NPO 法人でございます水産業漁村活性化推進機構が選定されております。この機構は漁業者漁業関係団体の連携と協力のもとにですね、水産業の発展と漁村活性化のための事業を行うということを目的としているところでございます。で、農林水産省からはですね、先ほどの85億4200万円がですね、 NPO 法人に交付されております。このうち77億ここにございます3500万円が本事業にすでに使用をされているところでございます。その結果ですね、 B でございます漁連漁協に対しまして76億強が交付されているところでございます。で、今ここに小さく書いておりますが、21年度末残高8億というのがですね、22年度の繰り越しでございまして、これにつきましてはさらにですね、21年度3月以降6月まで、22年の3月まで事業を行っておりますものに対するですね、未精算分でございます。事業を精算いたしまして、余れば返還すると、あるいは必要事業したところについては出動するとこういうことになっております。で、この NPO 法人におきましてはですね、漁業者グループが行う活動への支援として、漁業者グループが行う予定に対する、指導助言でありますとか、それに対する評価委員会の開催でありますとか、助成金の交付でありますとか、成果の普及を行っているところでございます。で、このうちですね、まず資源回復事業の方でですね、漁業者グループが行う事業といたしまして、B の漁連漁協26団体に対してですね、49億5300万円がですね、支払い分、21年度支払い分としてすでに支払われております。その他ですね、26億5200万円が21、22年度分をまたいだ取り組みといたしまして、本年6月までの取り組みに対して支払われる予定になっております。この分は合わせた金額がですね、漁連漁協の方に支出をされております。その下にですね、漁業者グループ、これが実際に事業を行っているグループでございますが、すでに49億5300万円は本年度3月までにですね、事業を終了しておりますので、これについてはもう生産を終了しているというところでございます。あと26億5200万円がですね、6月までに終了する事業の分としてキープをされているというところでございます。それからもう一つ矢印といたしまして、漁場堆積物調査につきましてはですね、これはここにございます企画競争、数社間の企画競争を行いまして、ここにあります社団法人海と渚環境美化推進機構というものが推定されております。この協会はですね、全国の海浜清掃事業など、海外漁場環境の保全事業を行うほかですね、環境関係の調査事業を行っているものでございます。で、これが全体の堆積物調査をやっておる、まとめをやっているわけでございますが、一部非常に技術的なですね、ソナーでありますとか、遠隔海の底をですね、調べるための遠隔のロボット装置というものをですね、堆積状況の調査に使っておりますので、採択としてですね、不要海洋開発、これは民間会社でございますが、そこに委託をしているところでございます。3ページ目は説明は詳しくはいたしませんが、それぞれのですね、経費の内訳でございます。
一番大きいのがですね、県で言えば兵庫県漁連で、その中のですね S106 漁業者グループというのが一番まあ大きな活動を行っているところでございます。それで1枚目に戻っていただきまして、1ページですね、5ページですね、すみません、5ページに戻っていただいて、出先の使途の把握等でございますが、これにつきましては私ども評価グループ評価委員会にですね必ず出席いたしまして、事業の実施状況を確認するとともに随時執行状況のヒアリングでありますとか取り組みを実施する現地において把握を行っているところでございます。それから推進堆積物につきましてもですね、現地の説明会でありますとか検討会に出席いたしまして事業の実施を確認をいたしているところでございます。最後に見直しでございますが、漁場堆積物調査につきましては一応ですね堆積物の位置でありますとかメカニズム等に関する知見が得られましたので、これをもう結果を普及をすることといたしまして、堆積物調査については21年度をもって廃止をいたすることにいたしております。いたしました。それから漁業者グループへの支援を行う事業の方につきましてはですね、現在行っております支援スキームをですねスリム化をするようなことで、見直しをいたしまして、事務費の効率化を検討いたしたいというふうに考えております。以上でございます。ありがとうございました。それでは事務局より論点とのご説明をお願いいたします。予算課長の佐藤でございます。本事業につきまして、論点といたしましては、まず第一に本事業で行っておりますモバ干潟の整備といったようなことにつきましては、水産庁におきまして他にも類似同様の事業がございまして、整理統合できるのではないかという論点が一つあろうかと思います。2番目にこの本事業の助成金の流れでございますが、国から NPO 法人水産業漁村活性化推進機構を経由して流れておりますが、これにつきまして実際に藻場干潟の整備の活動を行う漁業者のグループに直接交付できないのかという論点があろうかと思います。3番目に社団法人海と渚環境美化推進機構に委託しておりました漁場堆積物が堆積する機構や発生源の究明活動というものがございますが、この事業によりまして具体的に十分な成果が得られたのかどうか、そのような点が論点として考えられるのではないかというふうに思います。以上でございます。はい、ありがとうございました。それではこれより議論を進めてまいりますが、ちょっと前後して恐縮ですが、本日ご参加いただいています外部有識者の方、ご紹介いたします。その場で、お願いいたします。大森秀明様、沖本義行様、早見徹様、橋本明様、小畑純子様、はい、本日はこの5名で議論を進めてまいります。それではご質問ご意見等をお願いいたします。いや、早見さんお願いします。これ堆積物に関してはなんかもう事業終わりっていうことらしいですが、具体的にその、堆積物をこう調査をして、どういうなんて言うんでしょうか、形に利用されていくんですか。つまり、なんか漁法を変えるとか、あるいはこうやって除去するとか、なんか具体的にそのやった成果を どう外に出していくか、なんかホームページかなんかでこう書かれるっていう話があったんですけど、それを情報として出したのはいいんですけど、どう消化することをその期待をされているかということですね。におきましてはですね、まず一番成果として挙げられるのはですね、遠隔ロボット等の装置を活用いたしまして、船の上からですね、もう潜ることなく、ゴミの量でありますとか種類とかですね、そういうものを把握できると
という手法が開発できたところでございます。で、私どもとしては、先ほどホームページで広くということを申し上げたところでございますが、現在ゴミの回収につきましてはですね、事業としては都道府県あるいは地方公共団体が行っておりますような公共事業、水域環境保全創業事業とかですね、そういう公共事業がございますので、こういう中でですね、まずゴミの量がどのくらいあって、どういう種類があって、どういうふうな回収をするのが一番いいかという、そういうものに使っていただきたいというふうに思っております。もちろん国の方もですね、それに対して適切なアドバイスもしたいと思いますし、事業の中で検討よく相談をしていきたいというふうに思っております。水の中でこうロボットがゴミを 見えるっていう話ですよね。遠隔操作で、遠隔操作で水の中で見るものってなんかいくらでもあるような気がするんですけど、なんか これだからという特徴はあったんですか？ものすごい深海をやったわけじゃないし、多分それなりに浅いところをこう上から見るだけのものなんですけど、水深が大体50メーターございますので、かなり私どもが調査した中では深い水域だというふうに思っています。で、そこにやはり周辺からこう非常に陸上経由でですね、ゴミがどんどん、溜まってくるということで、そういう機械を開発された予算だったっていう、それが効果があったということですね。機械の開発をしているわけではございませんが、そういう機器を用いましてゴミの種類と調査、位置とが確認できるかどうかというのを調査をやった。確認ですが、この1年間、21年の1年間のみで完結ということですか、それとも前年度以降、以前から類似事業があって今年度が完結、いずれでしょうか？いや、1年限りです。この1年、はい、すみません、関連ですけども、この事業 の、 そのいろんな成果があったとおっしゃいますけども、この事業によって次から の、 その藻場干潟の整備、その堆積物の除去というのは、なんていうの、飛躍的にね、そのこの事業の成果を生かして、向上するのか、効率が良くなって非常に低コストですぐにできるようになるのか、そういった具体的な成果というのはどういうものなんでしょうか？はい、それにつきましては、この事業の中で漁業者がですね、自ら海底ごみの堆積物の除去を行うというメニューがございます。それに対してですね、例えば、漁業団体なり県でもいいんですが、まずその前に事業をやる前にこれを調査をやっていたしまして、効率的にどこの海域でゴミを回収するのがいいかというのがすぐですね、分かるという、非常に効率的な漁業者グループによる調査、いや調査ではなくて事業の実施が可能になるというふうに考えております。ここをやめてしまう事業なんで、あんまりガタガタやってもしょうがないんですけど、一応効果として一応伺いたいんですけど、じゃあ1日で何平米でも何ヘクタールでもいいんですけど、どのぐらいをチェックできるんですか、この機械で？1日ですか？1日でもいいです、1時間って出していただいてもいいです。分かる単位でこの機械の能力をお聞かせいただき、このシステムの能力を、ちょっと私今手元にデータを持っておりませんが、ロボットはですね、遠隔ロボットはその相当高額なのでその都度使うということはないんですが、洋上からソナーだとか、それから使ってやりますので、1日で相当広い範囲ができるというふうに考えています。じゃあロボットだけの話じゃなくて、でもロボットに結構金がそのシステムにいったわけでしょ。ロボットで具体的にソナーで確認をしたゴミの種類とロボットで見たゴミの種類が、同一だということが確認した、ロボットの方はもうカメラですの で、 そ、 うです、そのまま映るんです。いや、それはそうだと思います。ソナーはその、形だとか高さとかサイズとかが見えますので、それを持ってですね、ゴミの種類を、想定しているわけですが、実際に合ってるかどうかですね。例えばタイヤでありますとか。分かります。なんかやめるのが分かるような気がしますけど。もう一点よろしいですか？もう一点だけよろしいですか？ちょっとずれるんですけど、これ休業して、清掃に当たったりするんですけど、期間的にはどのぐらい見てらっしゃるんですか？1回の休業する期間、
休業する期間はまあいろいろなんですが、1回の事業サイクルとしては3ヶ月の中でございます。で平均しますと大体ちょっとパターンを説明してもらいます。その3ヶ月の中でどういうパターンを取ってやられるのか。大体そうですね、10日から2週間ぐらいの間にですね、そうですね、1ヶ月に大体10日間だから30日ぐらいの事業をやる予定にしています。それで、例えば1週間に1回休むことによりましてですね、その日はこの作業をやりますということで、大体そうすると1月に 4,5 回はできるということで、3ヶ月やれば15回ぐらいできるということになります。それをお金で見ているということです。休業の部分、はいはい、あるいは船を使ったら焼却部分を見るとか、はいはい、漁業者の方はもちろん普通に市場が休みの日とかです、ね、そういうのございますので、そこは休業したことにはしておりません。当然自ら操業ができる日を休むということで、当然私どもにとって日曜日みたいな日はです、ね、仕事をしたからといって見ているわけではなくて、そこはもう無理やりといいますか、作業をするために漁を休んでいただくということです。関連で、あ、お気持ちです。どうぞ。3点ほどございます。これだけのこの費用を使って効果はどのぐらいあるというふうに見積まれているのかが1点。2番目はこれだけ大きなお金をですね配分するのに NPO で良いのかというところが2点。第3点はこれは単独で行われるものではなくて、他のいろんな施策と絡めて考えるべきものだと思うんですが、例えば治水の面を考えないとやはり漁場っていうのは良くならないし、それからこの資源っていうのは国境がありませんので、例えば南太平洋の方でたくさん取られてしまうとこれうまくいかない、国際協力の問題というものも出てくるかと思うんですが、ここの政策の関連性とか有機的な関連はどういうふうになっているかというところをお聞かせください。はい、すみません、最後の質問から南太平洋というふうにおっしゃったんですが、私どもこの事業についてはですね、そこまで国際的な分野まで想定してはおりません。いわゆる自分の漁場ということなので、大体海岸から少なくとももう領海の中ですから、12海里の中ですね、そのぐらいの範囲で溜まったゴミでありますとか種苗の放流とかですね、そういうものを考えております。それで他の事業との関連を考えろということでございますが、その点はおっしゃる通りだと思いますので、なんとかですね、その辺もこれからよく検討させていただきたいというふうに思っております。それから2番目のですね、効果でございますが、私どもとしましては実はこれまでですね、藻場干潟につきましては相当大きな今ちょっと数字を、手元に持っていると思うんですけども、例えば藻場につきますと、昭和53年に22万ヘクタールございました。でこれが最近ではですね、平成19年推定なんですが12万5千ヘクタールもう半分ぐらいに藻場がなくなってしまった。これはいろんな開発の関係もございますし、食害生物もございます。それから干潟について申し上げると、これはですね、5万5千ヘクタールだったものが、約4万7千ヘクタールぐらいに減っているということで、実は干潟についてはですね、それほど大きな減少ではないというふうにも見えますが、実はそこに住んでいる二枚貝が非常に激減しているということでございます。それは東京湾でもですね、アサリ等につきまして見てみますと、何千トンとアサリが取れていたのが今はもう数百トンしか取れていないということで、藻場の干潟のですね、二枚貝の環境乗客機能というのは非常にありますので、そういうものが非常に失われているということでございます。で、そういう中でですね、私どもとしては、これは計画でございますが、過去の例を見ながらですね、3万ヘクタールぐらいの分はですね、この事業で藻場干潟の整備をしたいというふうに考えておりますし、
漁獲量もですねそれなりに増加するというふうに考えております。それから3点目 の、 これだけ、このこれだけの大きな費用ですね、はいはい、一旦農水省から離れて、はい、NPO が差配をすると、はい、いうことの妥当性ですね、はい、この、実は、まあ、コンプライアンスという話もございますが、私どもとしましてはですね、もうすでに今年も2回にわたってですね検査を行っております。5月に2回検査を行いまして、補助金適化法のに基づく、まあ、検査ということでやっておりまして、これにおいてはですね資金のあれについては妥当だというふうに考えております。今沖本先生から出されたところ大きな論点になりますので少し分けて議論したいと思いますが、今先に出ました受け皿は NPO の是非について他に関連でご質問ございますでしょうか。早見さんお願いします。これ公募されたんですけど応札はいくつですか。1社です。1社ですね、はい、でこれこの NPO ちょっとホームページとあるいは今回お配りいただきました法人シート支出先法人資料のところを拝見しますとこれ100この事業農林省からの依存費100国からの依存 100% ですよね。それでできたのがちょうどこの事業と同時にできているとなるとこの NPO 法人というのはこの事業を受けるためにできたというふうに捉えられても致し方ないような気がするんですけどその辺はどうお考えですか。この事業NPO 法人につきましてはですね、このちょっと経緯といいますか事業を NPO 法人に、選定している経緯をちょっとご説明させていただきたいんですが経緯はそうなんですけど、はい、こういうことって行政としてはすごいリスクを抱えているというふうには捉えませんか。経緯はいろいろ経緯があるんだろうけど、はい、こういうことに関して行政がこういうところに出していくことにいろんな意味での批判が集まる可能性があるというふうな捉え方はございませんか。これは外からの中から見ればいろんな理由はあるんだろうけど外から見た場合その辺は私ども先ほどご説明いたしましたけども例えばすで、にですねいや いろんな理由は分かる、はい、外から見たときにそう思われる可能性がありませんかという、お趣旨はよく分かります。それでそういうことがないように検査等をやっているということでございます。疑わしいと思われてもしょうがないと思われる可能性はありますよね。同時にできて 100% 国費に依存した NPO が存在するというのはこの法人につきましてはですね、21年の補正でですね基金による実はこれ基金昨年の基金事業ということでございまして、まず公益法人向け支出のですね削減に取り組む必要があったということとそれから税制上の問題がありまして、公益法人以外の団体では基金を作った場合その基金残高に対して 30% 課税されるという、そういうこともございましたので、こういうですね NPO 法人を基金管理主体として、適切だと私どもが判断をして公募によって、選定したものです。基金を作った時にこういう受け皿しかその時に選択肢はなかったんだというふうなことなんだろうとは思うんですけど他に対象があるんだろうという考え方はありましたか。他の対象ですか、つまり公募をした時に応札するであろうと思われる可能性のあるところは他にあると思われましたか。今の理由だと公益法人はまずダメよと言ったわけでしょ、はい、公益法人ダメですよね、はい、民間に基金預けたら税金取られますよね。残るところは他の NPO が出されるとでも思われたんですか。他からはですねもちろん公募でございますので他から出ることに対していや止めることはないけど可能性があると思われました。わかりません。関連でよろしいでしょうか。今のこの NPO、水産業漁村活性化推進機構ですけれども
この構成主体というんでしょうか、会員というか構成主体の、組織というのはどういう組織になっているんでしょうか。関係団体のですね、関係者がまずメンバーになっております。会員になっております。具体的にお願いします。はい、ちょっとお待ちください。いわゆるですね、まずメンバーとして個人でございます。で個人として、いわゆる漁業関係団体の例えば、専務理事の方とかですね。いや私が聞いているのはそうではなくて、はい、おそらくこの NPO を構成する、団体、主な団体がありますよね。お金を出しているとか、人を出しているとか、その団体をお聞きしているんですけれども。わかりました、ちょっと待ってください。法人シートに出てる26ページに出てる会費と負担者ってのは違う、そうじゃないですか。今ありますので、ですね、全部申し上げます。団体として参助会員となっているのは、全漁連、それから日本トロール測候協会、それから全国沖合遠洋イカ釣り漁業協会、全国遠洋カツオマグロ漁業者協会、大日本水産会、全国近海カツオマグロ漁業協会、日本カツオマグロ漁協、全国底引き網漁連、全国サンマ漁業協会、海外巻き網漁業協会、全国巻き網漁業協会、それから大日本水産会でございます。すみません、はい、大日本水産会2回言いましたので、ありがとうございます。早見の委員の指摘とも重なるんですけれども、事業ができたときに、受け皿となるような団体を、その漁業関係のいわゆる名だたるいろんな組織が会員となって作った NPO だということのご理解でよろしいんですね。今の関連なんですが、現在、この NPO 法人から漁連漁業26団体に交付をしている、この26団体は全部含まれているんですか。会員としてはですね、全漁連のいわゆる全漁連として、全漁連の会員でございます。関連でいかがでしょうか。じゃあ、ハミさん。これ基金事業だからそういうことをやらなきゃいけないんで、補助事業だったら大丈夫ですか。そういう仕組みはいらないんですか。はい、その点につきまして、先ほど表紙のところにですね、見直しをしますというふうに書いておりますが、私どもとしましてはですね、いろいろご指摘もございますので、現在の方式につきまして、23年度から NPO 法人を通さずに直接漁業団体に交付するという方式を検討したいというふうに思っています。そう言われるとここの問題はあまり議論できないですけど、なるべくそれはいつやるかって問題が非常にあってくる。それとじゃあなんでこんなものを作ったんだっていうふうな、その批判は出てきますよ。小松先生、どうぞ関連で。そうですね、今の話との関連で言いますと、その、一応もう一度確認しておきたいのは、この基金の事業をするので、この NPO 法人の受け皿がいるから、関連団体に働きかけて作ったっていうのが、早く言うと経緯ということで理解してよろしいですかね。で、すみません、私どもがなんか特に作れと言ったわけではなくて、関係団体の方がですね、基金事業の、ただそれは先に基金事業でこういうのをやるからというふうな話があって、そして関係団体が自発的ででもよろしいですけれども、作られたのがこの NPO だということですね。そうであれば、何のためにっていうか、非常に直接的に行けるはずのものが、わざわざこういうトンネルのような人団体通すというのは、いろいろなコストが無駄になってますので、そういう意味で見直されるということで、それは大変よろしいことだと思いますが、そうすると補助金みたいな形で直接交付するという形になるんですか、国から。漁業者団体あるいは
漁協等にですね、漁業あの等にですね、直接交付をして、そこからもう漁業グループに直接交付されるという、あのシンプルな形で、今までですね、この NPO のやってるたことですが、この、この、6ページのところで、B の漁連漁協26団体っていうのがありますが、その次の C の漁業者グループ239グループ、これはこれを選んでいたのはどこですか？この漁連漁協に渡し、そこで調整してもらったって、そういうことですか？最初のですね、あのグループの、まあ、掘り起こしみたいなものは、地元の漁連漁協でやっておりますが、最終的にあのこれを決定するのは NPO の NPO でございます。で、 NPO は評価委員会を開催して、まあ、適切な事業であるのかどうかというのを評価した上で、まあ、NPO が、まあ、決めるというのが今までのやり方でございます。現在のやり方でございます。そうすると、まあ、漁業者グループ直でもよかったみたいに思われるんだけれども、選んでいたのはそして NPO なんですね。だけどそこでまた B という団体を通してる、はい、あの意味がどのようにあるんでしょうか？これは、まあ、かなり事務的なものでございまして、うん、あの非常にあの書類でありますとか、まあ、そういうものがですね、非常にあの煩雑で、かつこれ非常にあの臨番給料なので、誰がいつ休むかとかですね、そういう協定も作りますし、報告も全部あのきちっとあの毎日、今日は何をやってどのくらいゴミを集めたとか、どのくらい干潟の整備をしたとかですね、そういうの全部毎日のようにあのチェックをしてやっておりますので、まあ非常に手間がかかる事業でございます。直接漁業者にお金が行きますので、まああのそういう関係上ですね、かなり厳密なチェックが必要であるということでございます。まあそういうのは全部ですね、 NPO はやるんですけども、漁連漁協はまあそれについてのですね、まああの支援をしていたということでございまして、実はあの漁連漁協の方は事務費は一切取ってない、この現時点においてはですね、取っておりません。ですから、まあそういう意味ではあの会員に対するサービスとしてやってたということでございます。沖野先生、お伺いしたいところは、評価委員会っていうのがあるからというお話なんですが、評価委員会があることが大事ではなくて、評価をするための基準とか、そういう基準がなければですね、何も役割は果たせないと思うんですね。で、来年からこういった中抜きがなくなったとしてもですね、中抜きって評判が良くないですけど、まあなくなったとしても、評価の基準とかそういったものが今できてるんでしょうか？ございます。それはもういつ頃作られたわけですか？これはもう公募、公募に対して応募してですね、もうすぐ作りました。それぞれこういくつかの基準を作りまして、これが役に立つかとか、そういうどういうふうにコストがうまく使われているかとか、それはもちろんそういう基準はございます。それの妥当性はどういうふうに検討しているんでしょう？その基準自体の妥当性は、まあ、それはあの基準自体の妥当性を外部の方にですね、また見ていただいているというところはございませんが、私どもはきちっとそれについては見て、直すところは直すということで行ったところでございます。まあ、これは役所ベースで行いました。はい、どうぞ。その評価の基準のことなんですけれども、この事業って非常に、多分一般の方から見ると目的がどちらにあるのかなっていうのが非常に分かりにくい事業だなと思っておりまして、ここのシートの中の事業目的のところで、まず資源状態が悪化しているものについて輪番で給料するなどの取り組みを行って資源の回復を図っている。ですから多分その資源状態が悪化している、まあ、取りすぎないように、そして回復させるっていうことをやるんですよね。で、それでこの休み中のその輪番で休む時に何かやってもらうっていうことなんですね。その目的って、そうすると2つあるわけですか？これ大きく言うと どちらがメインなんですかね？やっていただくのがメインでございます。やってっていうのは後者の方ですか？後者、
そうすると輪番で休むっていうことはもう初めから決まっている、ここの授業の目的ではないんですか。いや、そうです、やってもらうためにですね、まあ、休むということでございます。で、さっきもちょっと申し上げたんですが、休むことによって資源がまあ休むことができる、うん、ということはまあ物理的な効果がございます。それは言いながら、この目的はそれは付随的なんですか、どちらがメインなんですか。付随的でございます。もっとこれは積極的、休んでですね、お金がもらえる事業ではございません。休んで、積極的にいわゆる藻場を作るとか干潟を整備するとか種苗を放流するとか、まあ、そういうふうな積極的な活動に対する、まあ、支援をしているというのがこの事業。そういうふうに作っているんですよね、この事業をね、はい、ただ本当のところの目的はこの資源を回復、休ませて回復させたいところにあるんじゃないですか。いや、そうではございません。これは積極的に、これを回復させるところにございます。そういう活動をやるところにございます。そのために、まあ、休んで海の底が汚れているところっていうのはいろんなところにあると思うのですよね。でそれはきれいにした方がいいと思うんですね。 でも別にこういう資源が枯渇している状態のところでしかやらなくてもいいですよね。もっといろんなところでやっていいですよね。いわゆる清掃とかはね、本当はね、まあ、私どもはまあ農林水産省でございますので、環境省であればそういう事業が一般的にできるんだと思いますが、まあ、私どもは漁場というところにまあ限定した形でやっているわけです。あ、はい、あ、一回ちょっと仕切らせていただきますが、今のご質問のご回答というのは、生産力の向上であったりとか資源回復というのは副次的な効果であって、まずはここをきれいにしましょうということですね。多分私もそうですが、事業名がそういう事業名に、生産力を向上させるために事業をやるんです。ために、はい、生産力を向上させるために事業をやるんで、多分先ほどのご回答の認識がちょっとずれてる部分があると思うんですが、最終目標は生産力を上げていくということですね。はい、で休むことが目的ではあります。あ、多分最初のご説明違ったような感じは受けますが、休むことが目的ではなくて積極的な活動をやることが目的です。いや違うんじゃないですか。それによって生産力を上げることが、いやでも生産力の回復が最終目標なんですよね、はい、農林水産省ですからね、はい、まさにね、はい、単に海をきれいにするっていうのは別に農林水産省さんがやらなくてもいいですね。ですからそういう意味で言うと、まさに資源の回復が目的で、まあ、それが農林水産省さんのやる事業の目的の一番のメインのはずですね。はい、資源の回復が目的であることはその通りです。もともと次の論点で今の効果の部分のお話をしようと思います。先にですね、先ほどの NPO の話で整理をしますが、23年度でここを通さない方向で今検討されているというお話がありましたので、ここで整理だけさせていただきますが、ここを通さなければ今、管理費等でだいたい5000万円から6000万円ぐらい、まあ、いわゆるこの間言われている中抜きというところがあるんで、23年もし通さなければその分もちろん多少の交付事務費が出てくるとは思いますが、その分はかなり圧縮されるというふうに考えてよろしいですか。まあ、それは団体にどこにこの事業をですねあれするかによると思うんですが、実はまあ、正直にもしどこまでまあ、多少圧縮はできると思いますが、現時点でもかなり圧縮した形でやってるとは思うんです、私どもはですね。ですから、まあ、それをさらに、まあ、圧縮するような努力はしたいと思います。もちろんただそれがこうなもうほとんどいらないとかですね、まあ、そういうことにはならないと思います。今論点になったのは、ここを先ほどは評価委員会があるから適宜調査しているということと、逆に農水省さんからも、立ち入り調査等々を含めてやっているからという話がありましたが、やはりここを通さずにより現場に近いところに交付する方が現場のニーズも汲み取れるし、そういったところも状況調査もできるんじゃないかという視点で皆さんのご意見があったと思いますので、逆にここでやっているからこそ金額上回っている部分が間違いなくあるから今出てきていると思います。そこは検討していただく必要があると思います。はい、はい、よくわかりました。それはおっしゃる通り、現場でですねなるべく近いところでニーズをよくわかるところで
やった方がいいということは十分理解をいたしております。はい、これもし漁協がね直接受けるようになったら、漁協っていうのは収穫が上がってきたら着実にメリットあるわけですよ、漁協自体はね。でこの NPO 法人は直接メリットあるわけじゃないから、やっぱり事務費はいるわけですよね。でも漁協だったら逆に言うと、そこの部分は日常業務の中でどうにかこなしていって出てきた成果で上がるっていうことは可能性ありますよね。つまりより精度、そのこの成果を高めるためのインセンティブが漁協に事務費は出さなかったら起きるっていうのは考えられません？そうですね、あの理想的でそういうことだと思うんですが、実際問題として漁協の今の、体制というのは非常に、あの合併をしたりしてですね、非常に人数がこう合理化しているので非常に厳しいところはございます。いや、合理化しているからいろんな作業ができるわけでしょ、合理化しているから仕事ができないっていうんだったら合理化の意味はほとんど意味がないんだから、これをやるたびにそのなんていうんですかね、非常にその事務的なところが非常に、時間と人がかかってる、そんなに事務的なお金が必要でね、成果が直接こうやって出てこないんだったらその事業の目的自体がおかしいって話になるじゃないですか。これは漁協、これをやって漁場が回復して、つまりこれはきれいにすることで漁場を回復させるわけですね。休むために漁場を回復するんじゃなくて、きれいにするためにことによって漁場を回復する、それが何パーセントか目標値があるわけですよね。でその目標値っていうのは、これ正直見れば漁場生産力の 3% の向上とかね、すごい正直言って 3% 向上どうやって分かるんだって、そこは本当は言いたいところなんだけど、そういうものって逆に言うとどっかにインセンティブを働かせておけばそういうチェックがなくても安心できるところもあるわけですよ。そういう意味では漁協生産力が上がれば漁協メリットあるんだから、あなた方頑張ってくださいよと。そういう事業じゃない限りほとんど意味がないと思うんですよね。どこに金が出るかはともかくとしてね、ご趣旨はよく漁業者に金が出て生産力が上がって活発に動けば漁協自体は何の損はないよというふうな、その仕組みを仕組んでおけばすごく事務管理費が低減できるという理屈にはならないでしょうか？よく分かります。確かに生産力が上がれば、事務費を渡さなければ生産力を上げるというインセンティブが働くんじゃないかということですよね。おっしゃることはよく、最後にどっか面倒見なきゃいけなくなる可能性はあるかもしれないけど、考え方としてはそういう考え方は僕はあると、コストについてはそのなるべくですね、削減するという、最小化するような形で、検討させていただきたいと思います。皆さんコメントシートをご記入しながらでお願いいたします。ここで先ほどの効果の部分に戻らせていただきますが、小田先生からのご指摘に関連してご質問とございますでしょうか？小田先生、小畑委員のご指摘とですね、あとは最初に事務方からの論点でありましたけれども、そもそもそのさっきのお話ですと資源の回復が目的であるということですけれども、資源の回復を目的とした藻場干潟の整備、海岸清掃については同じ事業が他にもいくつかありますよね。環境生態系保全対策ですとか、ちょっとこれは趣旨が違いますけれども、漁場機能維持管理事業ですとか、そういうものと整理統合すべきであって、それこそほとんどさっきのご説明だとほとんどそういった、環境生態系保全対策とこの事業は目的が同じとしか見えないんですけれども、こういったものは、ただでさえ農林水産省の事業というのは非常にメニューが細かくて分かりにくいと指摘が多いわけで、こういったものは整理統合をしてもっと簡素化していくべきではないかと思うんですけれども、これを単独として存在させなければいけない明確な理由というのはあるんでしょうか？まず個別に事業に見ますとちょっともちろん違うところはあるわけです。例えば漁場機能、さっきありございました漁場機能維持管理事業、これはもう外国漁船の違法対策としてですね、韓国船が違法にやっていった漁具をですね回収するというものでございまして、これは私どもが想定してます場所とも全然違うところでございます。例えばこれは
暫定水域でありますとか、もう12階の外側とかさ、もう一つの環境生態系保全対策とはどう違うんですか。はい、これは実は私どもの方でですね、環境生態系保全、保全事業については長期的な計画に基づいた、事業だということで、例えば原因がよくわからないとか、いうところから始めて、原因の究明を始めてからですね、5年間でだいたいここまでという目標をきちっと作って、長期的にやっていく。私どもの方は、どちらかといいますと、3ヶ月、年間3ヶ月というような、ターンも一応設定しておりますし、例えば、アサリで去年熊本県の、有明海でですね、アオサが大発生をしまして、非常にアサリが死んでしまったとかですね、今木更津の周辺で、海蜘蛛というのが大量発生をしまして、そういうものに対してですね、非常に緊急的に困っているというのもありますので、私どもはそういう短いタームのものについて、モバ干潟の事業をやっているというのが目的が変わらなければあまり変わらないと思うんですけど、そもそも先ほど その社団法人海と渚環境美化推進機構に調査を依頼したのは、その発生メカニズム等がわからないから、それを究明するためにこの事業の中でそれを仕組んだんであって、今のそのなんていうんですか、先ほどのね、環境生態系保全、その長期的でなかなかそのメカニズムがわからないからやるという説から、向こうでわかるものはこっちだという説明はちょっと矛盾しているというか、整合しないのかなと感じます。ちょっとそこの辺はご指摘もありますので、なんか混乱がないようにちょっとよく、使いやすい仕組みにするように整理したいと検討させていただきたいと思います。池本先生、個別の議論を個別の議論をするのが今回の目的ではあるんですが、この行政事業レビューシートの中に上位政策っていうのがあると思うんですね。で、上位政策があって、その下にいろいろサブの政策があるかと思うんですけど、今回我々、外部有識者という形で参加させていただいてるんですが、業種を選んでやってる、事業を選んでやってるんですが、本来ですね、一体何が一番重要な政策で、でこの政策の下にはこういったものがあってっていうのが、まずはっきりですねしてなければ議論がなかなか進まないねと。もう一つは農水省の管轄、これは今回の範疇ではないかもしれませんけど、これは農水省は、いや、これは環境省の問題ですねとかいうバラバラもしやってるとすればですね、農水省が一生懸命ここやって、環境省がここやって、こう整合的にやればもっと効率が上がるっていうところがあろうかと思うんですが、まずは、ちょっとそれは先のステップとして、まずは農水省として上位の政策がどこにあって何をすべきかという中で考えていただかなければいけないのかなと思ってます。どうぞ。この事業の特に海底清掃の事業を、3ヶ月ほどの時間をかけて各漁連のグループの皆さんが実施されているということなんですけどね、その効果の検証というのは、どれほど海底がきれいになったと、どれだけ資源が回復されたというのは、短期間ではなかなか検証は難しいとは思うんですけども、実際にはどういうプランで、あるいはどういうふうな実施をされて確認されているのか、その効果のところの確認がないと支出の意味が分からないというふうになりかねませんので、そこをご説明いただきたいんですけど、効果について短期間にすぐ出ないのかもしれないとおっしゃる通りでございますが、もちろん海底清掃をやればですね、ゴミがどのくらい、回収されたかというのはもうそれはすぐ分かります。それで海底がどのくらいきれいになったかというのもすぐ分かります。それで、効果としてはですね、やはり私どもの方で、漁獲量のチェックでありますとか、資源状態のチェックを毎年やっておりますので、そこの中で、見ていくということになります。あと、その効果を確認するデータは上がってきていないんですか。まだですね、始まったばっかりで、事業が1年目ちょっと終わったばっかりということでございますので、まだちょっと
上がってはきていません。今後の予定は何年計画でどのぐらいの目処でその効果が確認できるというお考えなんですか。この事業自身は、まあ、とりあえず2年ということでスタートしておりますが、私どもはこの事業についてはまあさらに長くやりたいと思っております。で毎年、まあ、そういうチェックについてはしたいと思っておりますし、漁獲量の方、例えば漁業でいうとですね、一番データとして出てくるのはCPE と言ってますが、1回引くとどのぐらい魚が取れるようになったか、増えたかどうか、それから網を、ゴミがいっぱいありますと網を引く時間が非常に、かかりますので、1回あたり例えば網を引く時間が、ゴミを取ることによってどのぐらい短縮されて、操業が円滑にできるようになったかと、そういうまあ情報を出すようにしてさせたいというふうに考えています。今のご説明は当初2年間で計画を立てたということですか。でその先はまだ未定であるということですか。ございますので、また来年のことはまた要求をすると、こういうことになるんですけど、全てのエリアをカバーするとかそういう計画になっているわけではないんですか。全てというか資源回復に必要な措置を取るという、漁業者自ら取るという事業です。2年計画の中にはじゃあ、まあ、地域的な偏りも含めてあるということですよね。地域は、ほぼ 全県でやると、うん、もちろん実際にグループがそういうグループがいるかどうかっていうのはあって偏りはありますけども、私どもの想定としては全県でやるということでございます。よろしいですか。どうぞ。資源が枯渇して困るのは漁業者の方々自らだと思うんですけれども、まあ、そうすると例えば3ヶ月ずつこう輪番で休むみたいなことというのは、おそらくその漁協とか、まあ、それぞれの区域の団体の方で多分お考えになることですよね。本来的にはね、今自主的にっていうふうにおっしゃったんですけれども、それでまあ、そうでないとみんな皆さんが困るわけですから、取れなくなるわけだから、ですからそのご自分たちでやっていただくというのが本来の姿だと思うんですが、この事業っていうのはそこに海底の清掃というのを何かこう新たにこう仕組んだ感じになってやってくださいっていうような話なんですね、早く言うと。海底の清掃についてはですね、まあ今まであまり注目を浴びてなかった、まあ、ですから、それももちろんやった方がよろしいと思いますけど、それはもう全体において、まあ、ボランティアも含めて、例えば寮に出ながらもちょっとやっていただいたりした方が良いかもしれないし、常にどこでもやってほしいですよね、本来はね。まあ、漁業者はだから漁業者の責任に、まあ、帰するわけではないわけですよね、海底のゴミっていうのは、そうですね、漁業者自ら出したものではなくて、いわゆるまあ、ただそこはあくまで給料の輪番とセットになさっているところからも分かるように、やはり資源の回復というのを目指していらっしゃる。だからその評価のあり方もですね、非常にそのあたりのどちらが目的かっていうところをしっかりしないと、どういうふうに評価をしたらいいかっていうことが多分曖昧になってくるんじゃないかなと思うんですね。本来的には生産力の回復、資源の回復があったかどうかっていうことを目指されているわけですよね。ですからそこら辺が実際にされることが休み、そしてその海底清掃、はい、海底清掃ではだけではなくて、なんですが、だからそのあたりで事業としての目的とそして評価がきちんとリンクした形で出るかどうかっていうのが、こういう仕組み取ると少しこう歪んでしまうのではないかな、ストレートではなくなるんじゃないかなというふうな感じがしております。そろそろシートの回収をしながらでお願いいたします。早見さんです。助成要件がこう、まあ、計画出てきてそこでチェックされていくんだろうと思うんですけど、これいただいた資料を見ますと、例えば燃料の使用量 10% 削減とか、漁場の生産力 3% 向上とか、漁業者以外のものを5人参加させる、これだけではないんですよね。まだ他に要件がこうあるわけですよね。これだけですか。まあ、基本的にはこれでございます。もちろん適正に輪番給料をやるとかですね、きちっと、はい、輪番が、まあ、メインなので、うん、
当然その、輪番を誰がどういうふうにやるかというのはきちんと協定する、例えば年使用量の 10% 削減とかとこれと どういうふうにこうリンクさせて考えるんですか。あのこれ燃費の削減なのか使用量ですから、これ休んだら使用量減りますよね。はい、あの10日、例えば10日に1回休めばあのこれはクリアできるしますよね。だから事業に参加すれば当然これクリアできますよね。そうですね、そうですね、あのただ他の日に、ね、あの例えば働く日に一生懸命やるとそれはあの増えてしまう可能性もありますから、そこは全体として言います。いやそうなんですけど、 なんかねすごい逆に言うとその休んでたら一生懸命頑張ろうかと思って動き回るから年分いるだろうとかね、 今の話じゃないけどなんかこれがもうなんか一つの助成要件に入ってること自体がなんかおかしいし、でもしこれ 10% 削減できなかったらどうするんですか。これはもうあのそれは当然あの、まあ、できないということになります。はい、できなきゃお金ダメよ返せっていうんですか。これで返させるんですか。これあの出ないですね。だからそういうあの当然もともとそういうのがじゃあ 10% 削減できなくて生産力が 3% 以上、これ 3% っていうとですね、一体何で測るかよく分かんないんだけど、例えばモバのですね、ええ、モバを 3% 増やすわけです。増やすということで私どもはそれはそれでいいに、少なくともまあ5人以上はまあともかくとして、この上の2つは達成できなかったら補助金出さないんですか。基金、本当に出さないんですか。それみんな分かってやってるんですか。そういうことがない計画にしてる。いやいやいや、そういうことが発生したらお金出しませんよって言ってあるわけですね。それを理解してこの全体で300何十のが参加されてると理解していいわけですね。じゃあもしそういうことが起きたらお金出さないわけですね。出せない、出せないですね。出せない、はい、出せない。要件だけじゃなくてこれはもう結果としてこれを求める。なかなか厳しい。あの効果の点、あの、まあ、どのぐらいの効果ができたかという見方にですね、2つの考え方があると思うんです。1つはあの国じゃなきゃできない費用対効果を考えなくてもやらなきゃいけない、あとで出てくる災害の問題とかなんかはですね、まあ、あまり過剰な投資するわけにはいかないですけど、それは効果というよりもやらなきゃいけないというものが1つ。もう1つ、こういった効果が見込まれるものについては予算を計上するときにですね、どういうふうに効果が算定できるかというのがそもそもあってですね、やるべきものではないかなというふうに思ってるんですが、そこら辺いかがでございましょう。私どもはこれについてモバをどのくらい増やす、漁獲量としてはどのくらい増えるということを当然計画をしております。でもちろんあの財政当局との交渉の中でもそういうものが説明できなければこの予算はつかないで、あのアフターのチェックについてもあのしっかりやっていきたいと思います。橋本さんどうぞ。今のまあ予算の関係のもとにあの前に事業が多分あるだろうとあの民間では考えるんですけれども、増殖推進もしくは水産物の安定供給っていうふうなあのタイトルって非常にでかい話 でこの今議論になってるあの資源回復なりのこう事業の中では、まずあのそこの漁場なら漁場、港なら港がどんなふうになってて、現在がこうであるからここをまあ どのようにすれば回復するのだとか、どのようにすれば増進できるのだっていうあの基礎的な調査がデータがあって、それに対して対策を立てるっていうのが近代的な方法かと思うんですけれども、なんかその辺がもう一つ見えないので、今ご説明いただいててもなかなかこう理解がしがたいんですが、そのあたりはちゃんとあるんだよっていう話なのか、いやないんですっていうのか、どうなんでしょう。このグループが行うときの漁場の状況はこんなことになっていますというのは当然
入っています。でそれは自分たちで掴んでる情報もございますし、県なりですね、国が資源調査をやって掴んでるデータもございます。でそれをベースに、こういう計画書の中ではこういう状況であるので、こういう事業をやることによって、まあ、こういうような効果を求めるということで、事業を、まあ、評価委員会の方で、まあ、審議をしていただいているということです。まあ、初年度だっていうふうなことをおっしゃってて、でも初年度ならばこそ基本的なそういう調査だとか、将来こういうふうに結んでいくんだよっていうふうな展望がないと、次年度の予算も取りにくいだろうしっていうふうに想像するんですけども、そのこの事業のもともとのその事業計画っていうのか、その辺も少しご説明いただいたら分かりやすいと思うんですが。これについてはですね、さっきちょっと申し上げたんですが、私どもの事業のもともとの効果についてはですね、藻場干潟を約3万から4万ヘクタール作るということでございます。それで整備をしまして、それによって漁獲量を増大させるということでございます。それはもう基礎データははっきりしてた上で、それぞれ個別の計画なり、はい、申請に応じておられると、はい、こういうことなんですか。藻場がどういうふうに変遷をして、干潟がどういうふうに変遷をして、二枚貝がどのくらい減って、これによって、沿岸の漁獲量がこのぐらい減っているというデータは持っております。じゃあ何年か重ねればこういう効果があってっていうデータも出てくるような仕掛けに仕込まれているという、はいはいはい、その通りです。あ、そうです、はい。それからもう一点最後でお願いいたします。はい、はい、最後で、はい、いいですか。組織がいろいろこう国から NPO へ行って、そこからまた漁協へ行ってっていうふうな組織があって、まあ仕事をしようと思えばいろいろ人の関係とか組織を頼りながらやっていかないとできないっていうのも分かるんですけれども、事業の目的そのものにかかる経費と、それからその伝えどういうのか行政コストというふうな言われたりするような部分なんでしょうか。その辺のものがもう少し見えやすい形であると、お話をお伺いしても、そうなんかっていうふうな納得もいきやすいんですけれども、なんか、予算は大きく組まれてるんだけど、現場に押して現場事業そのものがそれほど大きな効果がないっていうふうなことになると、ひょっとしたら中間の組織のためにこういうものがあってというような疑いも国民的には持たざるを得ないと。でこれを何かこう分かりやすい指数で表すとかですね、なんかそういう方法論は先生方もおられることだから、ちょっとお聞きしたいと思い、また現実そういうふうなこう算定はしておられるのかっていう。まあ、事務費というのはですね、何ページか、7ページをちょっと見ていただきたいんですが、7ページ。7ページにですね、NPO の、まあ、経費をここに記載しておりますが、ここの A という欄ですね、この中の、ですね、事業費としては一番上にある7605と73、これが事業費でございます。でこれがいわゆる漁業者へ、グループに、まあ、配布さ出しているお金でございまして、残りの人件費以下が事務費ということでございます。で、大体、まあここに合計しますと5000万強ぐらいの事務費ということでございます。それは理解してるんですけれども、もう少しこういうレビューとかのこう説明の時に、この事業はその全体予算としてはこれぐらいかかってるけれども、そこで実際やる仕事に対してかかる金はこれだけやと、で途中でこう伝達のためとか交付のためにこれだけのお金がかかってっていうようなものがこう分かりやすい、まあどの事業を仕分けるときでも同じ共通の問題かとも思うんですけど、これだけじゃなくて、ね、一言だけすみません、簡潔に申します。藻場がこのどのぐらい効果ですけど、藻場がこのぐらい増えますよとかそういう話されてもなかなか対象が多岐にわたると分からなくなるので、これをやることによってどのぐらいの収穫量があって金額換算するとこのぐらいでと、費用これだけかかってるんだから収益はまあ費用はこの見返りこのぐらいあるよと
というふうに言っていただかないとですね、なかなか藻場がこのぐらい増えましてって言われてもわからないという気がするんですけど、いかがでしょう。想定した数字というふうなご理解をいただきたいですが、大体沿岸漁業のですね、漁獲量の 25% ぐらい増えるというふうに算定しています。それはあの過去の藻場干潟を、まあ、これは非常に小さいスケールでやったものですが、あのそういうものを増やすことによって漁獲量が増えた量が、を元に計算してすると沿岸の大体 25% ぐらいが増えるというふうに。今の部分はあの今日はスタートの授業ですので、あのちょっと時間を取りましたが、あの今日のコメントシートの中に説明の分かりやすさという項目も入っておりまして、あのこの事業紹介の一つの特徴はこういうふうに議論することによって結果を導き出すという意味では、ご説明をされるときにその効果の部分、特に今日は効果の部分が議論になってましたので、そこをいかに分かりやすくお伝えいただけるかということも一つの判断材料になるということをご理解いただければというふうに思います。それでは私からこの事業についてのコメントシートの集計結果をご報告いたします。これはすべての事業につきまして大きく3つで評価をしていただいています。事業見直しの余地、実態把握、レビューシート説明の分かりやすさ、この3つについて皆さん有識者の方に評価をしていただいています。まず事業見直しの余地につきまして一部改善という方がお一人、抜本的改善が3名、廃止が1名です。実態の把握について、おおむね十分であるという方が1名、不十分であるという方が4名です。レビューシート説明の分かりやすさについて、おおむね十分であるという方が3名、不十分であるという方が2名です。それではこのコメントシートを踏まえまして、船山政務官より取りまとめをお願いいたします。はい、活発なご議論ありがとうございました。今の取りまとめ結果につきましてですけれども、資源回復漁場生産力強化事業の見直しの余地についてですけれども、今ありました通り抜本的改善という方が3名で一番多かったという結果でした。まあ、その中で主なコメントを紹介させていただきますと、まずはあの NPO 法人を介することは無駄になるため、直接漁連漁協に対する仕組みにすべきではないか、それから他の環境生態系保全対策事業との競合の可能性により可能性があり調整が必要という意見や、まあ、他の事業でカバーできるのでもういらないんではないかという意見、それから効果がよくわからないという意見、まあ、そういったものが、そういった方がいらっしゃいました。まあ、この公開プロセスの結論といたしましては、以上の、指摘の点を踏まえまして抜本的改善ということで、見直しをいただきたいと思っております。以上です。ありがとうございました。はい、これで1番目の授業につきましての議論を終了いたします。ご説明の方ありがとうございました。